樽はこういうので作ってるとか、うん、こういうのを使ってるって聞くと、うん、一番でかいと思うんだよね。でも俺はもうそのリップスライムの、うんうん、リップスライムだって分かってたと思うんですよ、雑誌で見てたのか。オープンマイクで誰でもいいぞ、うん、マイク持ってっていう時間があったの、ね、ありました。そういう時は絶対あった、うん、あったよね。ありました。その頃にもうすでに頭角を表しまくってズル向けの頭角だったから俺ね、うん、あの時行って、うん、そのクラブに行き慣れてなさすぎて、うん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 、自分らで最初ね、下北でやったチェックヤマイク出たんですよ。おー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 、でその時に四郎さんと金さんが、うん、メロイエロの金さん、うん、ライムさんの歌丸さんと金さんが声かけてくれて、はい、こういうイベントあの池袋でやるから、うん、来なよフライヤーくれたんですよ、うんうん、嬉しくて。ヘッドハンティングだもんそれは。まあ、うん、そうだよね。9時からって書いてある、9時から5時までみたいな、まあ、書いてあるじゃないですか、うんうん、曖昧な感じでしっかり9時に。あ、早い早い。知らねえから。やることない。そうそうそう。しかも9時からもう全てが始まると思ってっから、うんうんうん、6時半ぐらいから池袋の1時間650円で飲み放題の店みたいなのでしこたま飲んで、もう作って、完全に作って9時に行って、うんうんうん、で行ってもやることないからまた飲んで、飲んで結構ヘロヘロの状態で、もうやる気満々、やる気満々で行ってたんですよ。いやいや、すごかったよ。覚えてる、俺はその多分ね、キックを、キックじゃない、あのバイファーだよね、うん、バイファーで来てて、そうですね、当時まだ MC だってあのキューちゃんとプレイちゃんもういたじゃん、もう一人いて3人組で来て、3人ともデタラメにできちゃってうまいじゃないみたいな。すげえやつらいて、俺たちもうちょっとアバウトにのんべんだられやってたから。いやでもね、なんかすごい覚えてるのが、うん、フェスとやっぱ金さんと涼次君とかと、うん、こうみんなですごいこう楽しくマイク回してて、俺あれがやっぱ一番好きかな。ずっとやってたフリースタイルの中でどんどんこう、うん、バトルじゃなくて、うん、みんなでどんどんパスしていくっていうのやってたじゃないですか。う、ね、もう一言でいい一発ギャグみたいのずっと言い合うみたいな、ね、感じとかね、すっごい好きだったな。あの頃もすでにそのチョイスにその最初にじゃあ金さんたちに呼ばれて、はい、行った頃にすでにもう即興やってた。やってましたね。なんかね、早いよね、やっぱり。まあ、そのナッツってやつの家にターンテーブルあって、うんうんうん、でみんなでコード持ってったりとかして、うんうんうん、ちょっとやってみようぜってなった時から、うん、結構フリースタイルなぜかやってて情報なかったんですけど、うん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 、多分こう多分こんな感じでこう2枚使いに行くやつがその上でラップした時から結構ね、なんかできてたんですよ、ね、フリースタイルらしきことはね、うん、できてたんですよ。なんかさ、目があるから、あの FG ナイトは特に金さんと四郎さんの歌丸師匠の目があって、うん、即興やってないと見抜かれるからさ。なるほど。お前今日即興じゃねえのって感じがね、すごい怖かったから。俺らからするとリップスライムみんな知ってて、まあね、そのね、あの FG の後輩グループみたいなことでね、うん、もうちらほや、ね、そう、こうそういう雑誌にちょっと出させてもらったりしてたからってことで、そう、うん、で行ったらやっぱりすごいなんか楽しそうにやってて、またちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、でもそれってすごく、うんうん、やっぱいいなと思ってたっすよ。何よ、そこをバトルの方向に切り替えてるのは君じゃないか。それこそ金賞行った時とかもね、そう、すごいよ、ラバキルみたいになってるわけだからさ、なってた、それはしょうがないよね。でそこで本当にシーンがそうやって動いていくし、うん、まあ今のフリースタイルの ブームにつながる、その一番最初やってるのがクリちゃんだから。いやもう、ね、もう衝撃的だった。あとはもう退散するしかない。いやいや無理無理無理、そんなクリちゃんと一緒にマイク持つのは自殺行為だみたいな。いや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 で、 でもだってラップ自体はどうやって入ってきたの。ラップはね、どうやったんだっけ。中学高校の時にダンスブーム、ああそっかそっか、あその辺は話した気がする、その当時も。そうですね、うん、最初はダンスだったって、ダンスブームがあってそこに見事に乗っかって、うん、気づいたらラップ、あのボビー・ブラウンのエブリリトルステップとかすごい好きだったんですけど、なんか最後の方のちょっとボビー・ブラウンのラップみたいなとことか、あそこがすごく好きだったりとか、気づいたらこう、まあ、ハマーも来て、おそうね、バニラアイス、おーとか C&C ミュージックファクトリーで、そう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 まさに同じステップを踏んで、ダンス甲子園とかもあって、ダンス甲子園、ダダ、ダンスダンス、そう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 、ダンス番組いっぱいあったからね。そうですね。で、そう、今、まあ、これ見てる人たちだとびっくりするかもしれないけど、うん、みんなそのラジオの時も言ったかもしれないですけど、みんな一緒にいましたよね。ダンスの人もいた、レゲエの人も、
ハウスの BGM でした、うん、でハウスの時間とかちょっとあってハウスのダンサーとヒップホップのダンサーちょっとバトルしたりとかあったあったありましたよね。ミニボーイもいてみんないましたよ、うん、だからレゲエなんかは覚えてんだよ。もうまさにバイト先みんなあの辺原宿で働いてる時代があったじゃん。そう話したかった。そう本当にそうそうそう俺とリョウジ君結構そこ共通点ですよ ね、 そうね。レゲエにすっごいハマってた時あってね、うん、がっつり行ってる時があったよね。ね、うん、がっつり行ってた行ってた本当にだダブとかそうすげー持ってたもんね。俺もヨージ君もそう持ってた持ってた。なんて説明したらいいんですかね。そのだから、うん、ヒップホップシーンとレゲエシーンもすごく密接で、うん、レゲエの人たちも、うん、いわゆるラガマフィンとい う、 こう、うん、ラップ的なアプローチをするんだよね、うん、それがものすごいあの鮮度がいいっていうかさ、うん、面白くてそれをしかも定期的にいろんなそのチームごとに、うん、あのみんなでチームカラーでいろいろ撮ってるんでね。そういろんなチームのやつらが集まって撮ってたりとかして、うん、でそれをダブって言って、うん、そのカセットとかなんかに落としてもらって、うん、みんなでこうあいつのダブそうこれ新しいやつだよ俺が働いてる服屋とリョウジ君が働いてる服屋近かったから持ってきてくれて聞いたりね、うん、逆にそっち行って話したりとか、うんうん、よくしてましたよね、うんうん、レゲエの影響すごくあったな。すごいあった、バイブスってそこで覚えてるの。まさにまさに、ねうん、今すごい若い子使ってるじゃん、うん、でバイブスって誰が言い始めたんだと。いやいやいや俺たちじゃねって思ってたいや俺たちもどんどんレゲエの人たちが早かったから、うん、レゲエの人たちの影響だったんだけど。まあ、僕らの若い頃の話しましたけども、まあ、この番組をね若い氏が見てるってことで若い氏が見てるってことですいませんちょっとあの東京のねこっちの方のねそこが近いって共通点もあるんですよね。そうなのよ隣っていうかそうそうそう、まあ、当時 2,30 代の頃で、はい、どんな感じのことを思ってどんな感じを目指してたりとか、うんうんそれで言ったらあれですもんね。だからキックでリップで同じレコード会社に所属してね、うん、そんな20代だもんね。そんな20代ですよね、うんうんうん、あなんかどんぐらいの目標とか持ってました。こうしてやろう何にもなかった。楽しくやるっていう楽しくやるしかなくて、うんうんうん、でも作品になんかその楽しんでやろうっていうのがうんうん、リップスライムも常に全開でそれがやっぱり聞いてて気持ちよかったですね、うん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 、でもそれが良かったなと、うんうんうん、俺は結構なんか逆にめっちゃ売れてやるっていうような気持ち結構強くて。あ、ほんと？絶対売れたいなと思ってやってましたね。あ、そっか。それはでもインディーズの頃からあるわけですね、うん、インディーズアンダーグラウンドから。なんか、なんていうんですかね、今のその20代の30代の人だと信じられないかもしれないけど、うんうん、なんかヒットの目安がその CD100 万枚っていうのがあったじゃないですか。あった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 、うん、だからそれ普通に目指してたっすよね。で、CD 出すイコール、うんそれをができるって勝手に思い込んでたんですよ、うんうん、ただでもインディーズとかで出してみたらまあもうそれは足にも棒にもかかんないし、え、こんなにこんなに食えないのってそう現実を学びする ねあのなんかそうインディーズってそういうことなんだとかいろんなこと学んだ、うん、20代でもまあがむしゃらにやり続けたっていう感じですかね。いやそこがあからさまだしすごいいいなと思うんだけどね、うん、僕らの好きなことは、うん、イコールみんなも好きだろうなっていう勝手ななんか解釈があって、うんうんうん、だけどみんな知らないじゃんっていう。あのさっきもさ、はい、あのそのレゲエのダブの話じゃないけどさ、うん、こんなのみんな聞いたらみんな面白いと思うんじゃん、うんうん、だって俺たちが思ったんだなって勝手に解釈してたわけよ、うん、だからそれを知らしめたろうっていうのがあったかも、うんうんうん、やっぱそのメジャーでデビューして、うん、音楽界のその大物たちと今度競わなきゃいけなくなってくる、うん、そこはもう大変じゃない、ね、一回ライブで、うん、チャゲアスさんの前にメジャーデビューしたての俺らってタイミングがあったんですよ。うわーすげえ。そこで、うん、いつもライブでやってるのと同じ感じで、うん、だからあのレギュレーとこのプーローですよ、うん、止めろみたいな、うん、そんなんじゃ、うん、この曲聴かせねえぞみたいな、うんシーンとしているんだけど、そんなのじゃもうこのままじゃチャゲアスさん出てこないよみたいな。細毛がもう いけると思って、うん、で言ってやったんですよ、うん、翌日も BBS 大荒れ。あ、大荒れ。あ、それなんだあいつらみたいな。何あいつら、うん、生意気だってことになっちゃうってことね、うん、でもね、チャゲアスさんくらいのスーパーメジャーになってくると、うん、自浄作用が働いて、うんうん、なんでそんなデビューしたての子たちにそんなこと言うんだっていうファンの人と、うん、それ言ってる人のバトルになって自然にこう進化していくっていう。素晴らしいね。
でもその怖えと思って、あ、いやまあなるわな、なりますよ、なるわな。だ逆に僕らはどこにも波稼いだかないように来たよ。すいませんっつって。僕らはなんかこう、うん、幸運だったっていうか、うん、そのさっきの涼次君の話じゃないですけど、うん、変質的なまでに自分たちがやってるもの最高っていう気持ちあったじゃないですか、うん、ある、ね、うん、それはあった。 それが今の子たちでもちょっとなんかもう突拍子もないものにハマったとしても、うん、それがもうちょっとなんか軽く好きぐらいじゃなくて、うん、これはもうのめり込んでるということがわからないぐらいのめり込んでる人はやっぱ自然と道が開けていくんじゃないかなと思うんですね。確かに、うん、我々多分その状態に入れたんだと思うんですよ、ね、うん、そうだと思う。完全に信じてたし、インディーズのさチャートとかがさ、うん、例えば HMV ないし、はい、あの某、まあ、でっかいレコードショップとかに、うんうん、こうインディーズのチャートであえて自分たちの作品がちょっと出てなかったりする、それチャートに、うん、並べに行ったもんこれだから今ちゃんとしたチャートはこれですみたいな。確かに何言ってんの、並べ替えやりましたよ、やったやった、僕はこれ聞けみたいな、うん、1位のところに並べてさザーッつって、で1位のやつ聞いてみたら1位だって現実を知る、すげえ1位みたいな。8年ものとか12年ものとかって、うんうん、よくメニューとかにも書いてあって、うん、あるね、あるね、うん、シンプルに頼んじゃったりするけど、うんうん、それだけこうかけて、うん、物作ってるってことじゃないですか。そうですね、音楽で8年ものとかありえないじゃないですか。ない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 。どっちかっていうとエンヤが3マスタリングに3年かけるって聞いた。エンヤなんじゃそりゃと思った。だからあの深淵な鳴りが1日か2日じゃないと思うよ、うん、深淵な鳴りになるんだよね、うん、すごい世界ですよ、ね、すごい世界だね、うん、そういうのないもんね。やっとありがたみが分かる年齢になってきたと思うんですよね。うん、そうだね。だから分かった人から、うん、なんか伝えてあげないと、うん、これってこんなにっていうね、うんうん、自分がこだわってるものとかを、うん、あんまりこう人に伝えないできたんですよ。なぜなら自分が一生懸命頑張んないと自分のことで精一杯でやってこれなかったんですよ、うんうん、そうだね、うん、こういうのも、うん、ただ飲んで美味しいよりも、うん、やっぱ何年こうしてこうこうこうやって作ってるとか、うん、はい、こういう樽はこういうので作ってるとか、うん、こういうのを使ってるって聞くと、うん、ストーリーをこう想像できる年齢になってきたじゃないですか、はい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 、涙もろくなるじゃないけど、はい、だからそういろいろ聞いた方が美味しいのと一緒で、うん、音楽もなんかもうちょっとこう作り方とか、うん、なんかなんかそういうの伝えていきたいなって最近なんかちょっと思い出してるんですよ。初めてここ何年かで全然思ったことなかったんですけど、うん、やっとこう美味しく飲めるようになってきたなと思います。ああ味わって味わって、そう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 、だから特にこういうバックボーンがあるっていうそのドラマを感じるみたいなことっていうのを一口含んでんってこう飲み方で感じれるかどうかっていうのがまあ大人か語るな子供なのか語るなだからあれじゃないのあれっすよね、うん、何、うん、サチコリップ私キックみたいな言ってた人がいるとしたら、うんうん、繋がってんだよっていう全部ね。そうなんだよ、うん、本当はね それ含めてどっちも聞いてくれっていうね。そうそう味わってもらえたら、そう繋がってとこも分かるよっていう。そう聞いたな。そうそうそう。まあ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 ね、今日はねあの美味しいこだわりのお酒いただいてるんで、うん、ちょっとこだわりみたいなところをちょっとお話を伺いたいなと。こだわり。1個あるとしたらビートかな。やっぱ自分で打ってるっていうのもあるから、あまあそこはもうすごいよ、うん、そこがやっぱ他そのなんか自分たちがいいと思ってたやつと世の中で流行ってるものとの差だったのかなって気がするんですよね、うん、ジャンル違えどもさっき話してたレゲエなり、うんうん、ドラムベースなりもちろんヒップホップ、うん、他の何よりもやっぱこうビートで、うん、ビートとなんかちょっとだけなんか鳴ってれば楽しめるっていうか、うん、一番何こだわってるのかなっていうとそこなのかなと、うん、でそれをあんまり語る人がいないじゃないですか。ビートの、うん、こうしたらもっと良くなるよとか、うん、こういう音色が俺はいいと思うよっていうのを語るってこなかったし、語る人もいなかったし、だからちょっと未来のためにはそういうのを形にして残してあげるのか直で教えてあげるのかっていうのをもう少し俺やって
っていけるといいのかなっていうのはこの何年か特にまあで15周年迎えておぼろげながらちょっと考えてるんですかね、うん、大盛況だよそんなクレーバーのスクールが開かれて、ね、曲作り始めてた頃に使ってた機材、まあ、例えば MPC3000 とか、うん、今もヴィンテージマシーンだし、うんうん、そうだね、うん、そうなってくるとそれがやっぱなくなっちゃう前に、うん、そのなんか技術とかいいところとかを、うんうん伝えていくっていう役目もあるのかなとかちょっとやっと考えられるようになってきたっていう感じですね。あだいぶ独自の道行ってると思うんで、うんうんまあ、追求し続けたいっていう気持ちはあります。できるとこまで、もうできるとこまで自分で曲作って自分でラップしてパフォーマンスしてっていうのはやってみたいかな。え、でもそのいわゆるお手伝いしてくれてるスタッフはいるわけでしょ。まあ、もちろんもちろんもちろん、あの例えばビートプログラムを立ち上げあの作っていくことに対してもあのマニピュレーター的なお手伝いさん全くいない。完全に俺全部やってるから、だからそれもやっぱ伝えた方がいいと思うんですよ。こうやるんだよって。そうなんだよ、うん、そこってさ世のサウンドトラックメーカーでいっぱいいるからね。そのお手伝いさんがいるからこそ、うん、アイデアだけ言って、うんあとやっといてっていうような人はいっぱいいるんだ、うん、全部自分でやるからこその大変さでありだからこそのクレバ印っていうのが、ねうん、あるよね。でも、ま、うちのもそう。あ、そうか。フミヤさんね。あとだから最近だったら豆腐ビーストとかね。あ、豆腐ね、豆腐くんねとかなんか増えて、でもやっぱ少ないじゃないですか。少ないです、うん、なんかどんな形になるのか最後は分かんないですけど、うん、少しそういう力添えできればいいなって思って最近ねよく出てくるんですよ俺の口から、うん、でもまだ何も動いてないからちょっとあの15周年頑張って自分のことをしっかりやって、うん、なんかいいタイミングで何かできればいいなっていうのをちょっと思ってですね。そうだね、あと飲み続けたい、一生。そうそう、あの飲むためにやってるっていうのも俺はね、うん、あるから一生飲み続けたい、うん。